How much? We are Japanese comedian and musician. Please take us to your country. Wahaha. Wahaha. はい、というわけでございまして、はい、原宿メモリアル第96週、はい、アメリカでも大人気の番組です。はい、ですね。はい、最初冒頭のね、はい、ご挨拶で、はい、We are Japanese comedian って言ってるじゃないですか。そうだね。だからちょっとコメディアンっぽさも見せていこうかなと思うのです。うん、はい、もう多分すでに思われてると思うけどね。うん、はい、そうっすねー。松井秀喜さんのまでですか。そうです。おう、ね、この体で、はい、今回は誰かのモノマネをお互いがするんですよ。うん、で片方がモノマネをして、うん、誰をしてるかって言わないと、うん、ね、はいはい、でもう片方が誰のモノマネか当てるっていう、まあ、クイズ形式、うん、はいはい、やっていきたいなと、はい、ね、まあ例あげますよ、うん、そうっすなー、誰でしょうか。花輪さん。え誰ですかそれは。花輪さんじゃないの。花輪さん、うん、あ、違う。誰、花輪さんって。芸人の花輪さん。 SAGS サガーでしょ。そう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 。無駄なボケは言いません。あ、そうですか。はい、というわけでね、はい、今のは松井選手なんですけれども、松井選手の真似をした花輪さんでしょ。いや、それいらない、いらない、はい、はい、じゃあその2、僕さ、まず僕からね、モノマネしていきますよと。音楽得意そうだね、それね。ええ、はい、基本的に声で伝わるようにっていう感じで。まあ何を喋るかで分かるんだろうね。まあまあ、だからそこを推測する。セリフがヒントだ。だから分かったらはいって言って、はい、もしくはモノマネ終わるまで待って。分かりました。はい、はい、では行きます。はい、はい、小沢一郎。ですね、はい、はい、行きますよ。はい、はい、じゃあまず、うん、うーん、おい、来たろ、おい、来たろ、おい、来たろ。はい、さあ誰でしょうか。それは何、普通に言えばいいの、ボケた方がいいの。いらないです。ボケいらないの。はい、クイズ形式で。あれでしょ、ゲゲの鬼太郎の、はい、目玉親父。わー、すごいすごい、いいのこれで。僕のモノマネ似てるってことですよ。そういう考えなの。制度の問題？あ、じゃあなんか100点満点とか、ね、あ、 点数とかは点数じゃないの、当てればいいの、はい、だって分かっちゃうじゃんそんなの。まあいいや、行ってみよう。はい、次、はい、混沌所の一個。難しい。混沌所の一個、簡単じゃない。父さん、混沌所の一個。父さん、はい、あるドラマに出てる、うん、ある俳優さんのモノマネです。混沌所の一個、難しいな。ひらがなです、名前。ひらがな、うん、混沌所の一個、ひらがな、うん、ひらがな。ミノモンタさんしか思い浮かばない。ちょっともう少し若い俳優、若い俳優さん。混沌所の一個、難しいんだってとか。わかんない。2問目にしても、あ、それ何、難易度が徐々に上がるの。これはね、どうかな、難易度でもそんな上がってはないと思うんですけど、もうちょっとヒントくれるとちょっとわかるわ。渡る世間に出ております。ああ、はい、ピンコさん。必ず、えなりかずきさん。そうです、そうです、そうです。やった、はい、ね、あ、これね、はい、混沌所のいこと、混沌所のいこと、はいはい、言えばえなりっぽく聞こえると。そうなの、言ってみてください。簡単じゃないか。混沌所のいこ、どこがこっちなのそれ。混沌所のいこって言って言うんですよ。釘って言うってこと。いや、それつなげて、混沌所のいこ。混沌所のいことをつなげてみる。難しいんだけど簡単じゃないですけど。混沌所のいこ、混沌所のいこ、ほらほら、なんか聞こえるでしょそれ。僕なんかもうちょっと明瞭、なんかハキハキしてるイメージもあるけどね。はい、次いきます。はい、その3ですね。はいはい、ふうじこちゃーん。ふうじこちゃーん。
なんだろうな困るなそういうの。ふじこちゃん、ふじこちゃん、ふじこちゃん、あれでしょ。はい、どうぞ。ルパン三世。わあ、すごい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 、恥ずかしくなってきたわ。これベタベタなのが僕好きなんですこれね。そう、はいはいはい、次いきますよ、うん、バロ、お前バロ、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 ちょっとお前バロ、もうバロ、バロ。なんかこれ音声で聞いてる人には分かんないでしょうけど、映像だとなんか肩を一生懸命右肩ですか、一生懸命上げてるんですけど、バロ、なんかそれでちょっと分かった、バロ、もうバロ、バロ、バロ、まあ、全然似てませんけども、はい、ビートたけしさん。あ、素晴らしい。ひどいな、僕のモノマネがそっくりだってことです。ひどすぎるよ。はい、どいよ、肩を上げてるから分かったってだけですね。次上げろ、次、はい、今しましたよモノマネ。私の方がちょっと似せたよ。、はいはいはい、次いきます、はい、元気ですか。元気があれば何でもできる。あれでしょ、あの北朝鮮に行かれた方でしょ。そうですそうです。誰ですか。アントニオ猪木さん。あー、すごいすごいすごい、うん、すごい絶好調ですね、吉井さん。まあ、わかるでしょう。本名、猪木寛治さんですね。あ、そうなの、幼い頃、プレゼンに。あの方、でかいよね。ね、顎もでかいですけどね。うん、でかい。うん、はい。次。ひっ、なんかわかるけど、言いたくないな。さあ、誰でしょうか。さんまさん。おー、すごい、もう嬉しくてしょうがない、これ。あ、そう、こんなに正解されるなんて。わかるよ、それ初めて。はい、じゃあ最後ですね、時間的に。はい、古畑です。古畑です。古畑です。全然似てないんだけど。はい。全然似てないんだけど。はい、まあでもしょうがないな。はい、じゃあ田村正和。やったー、正解。ほぼパーフェクトです。パーフェクト。なんだ、えなりかずきさんはちょっと分かんなかったですけど、うん、混沌上の一個、うん、でも中尾明さんかなと思ったんだよね。オキラだよ、同じじゃん。オキラだよ。同じじゃん。ええ、基本的にね、そういうスタンスなんです。参りました。はい、はい、では次回ですね、はい、いよいよヨッシーさんがモノマネに挑戦と。参りました。はい、はいはい、というわけで96週その2はここまででございます、はい、また明日。バイバーイ。